やっほー。今日はね、なんとスープカレーを作っています。こんな感じで、じゃがいも、人参、玉ねぎと手羽先なんてマジで久しぶりに買ったよね。で、あとはトッピングの野菜とか卵を作れば会えるって感じです。顎にリップがついてます。ちょっとね、今日は一個気になることがあって、ジュニエグのさ、ファンタいるじゃん、ファンタのファンクラブイベントが面白そうなのをやるみたいで、ファンクラブイベント第4弾、堀夏&ケイトと行く日帰りバスの旅、やばない？で、これ愛知でやるんだって。バスツアーだってよ、日帰りの。どういう感じでやるんだろう。めっちゃ距離近くない？距離が近すぎるがゆえに、そのなんか安全面とか大丈夫なのかな。たまにやってる人いるよね、オフ会とか行って。でっかいバスがだいたい5、60人乗るとして何台で行くんだろう。でもファンタは2名しか参加しないからね、かなり長いこと推しと一緒にいれるよね、同じバスとかだったら。詳細は後日とか言って、これ以上のことは今の段階では何も書いてないんだけど。あ、で参加費がね、1人1万9800円らしい。2万、まあ普通にハトバスのバスツアーとかで2万は普通に高っけど、推しと一緒って考えたら全然出せちゃう額じゃない？うん。でも3代目は絶対にないね。おみがんと行く日帰りバスの旅とか言ってさ、もう全国、日本全国の大型バスかき集めても多分足りない。高速道路とかさ、もう埋め尽くしちゃうんじゃない？何百メートルもバスで連なっちゃうよね。サービスエリアのさ、バスの駐車場とかも満車満車。足りない足りない。気になるな、このファンクラブイベントは。まあでも現実的に考えて、そんなバス何台も出せないから、6台バスが2台だとして多くても100名当たらないぐらいかなって考えると多分狭きもんだね。しかもさ、これさ、ファンクラブイベント第4弾って書いてあるじゃん、よく見たら。そんなにやってるんだね。だからリリースパーティーのさ、あの情報出た時にさ、なんか遅くなってすみませんみたいな感じだったんだね。3代目はまだ第1弾だからな。もう2023年ももう涼しくなろうとしているんですけれども、3代目は次誰のファンクラブ限定イベントが来るかな。なんかすぐには来る感じがなさそうなの。なぜなぜ、ガクトさんの TikTok 風に、なぜなぜ。なんかさ、この間ふとさ思ったんだけど、ライブのアンコールってあるじゃん。本編の最後の曲の前とかにさ、これが最後の曲になりますって言ってさ、歌い終わって沈んでいくとき、下がっていくときに、ありがとうございましたみたいな感じでさ、もう終わりかのような雰囲気を出してさ、こう本編が終わるけどさ、見てる人の中でさ、これが本当に終わりだと思ってる人って多分いないじゃん。少しいるかもしんないけどね、今日が人生初めてのライブですみたいな人は多分、あ、終わっちゃったみたいな感じで思うかもしんないけど、もう大抵はアンコールアンコール、本当の終わりを信じてる人はさ、一人もいないわけやん。ライブにおける文化なんかな、あれはね、っていうのをなんかさ、この間ふと思って。例えば本当のアンコールっていうのは、バレエの、踊る方のバレエの舞台、バレエの発表会とかを見に行ったとします。踊り終えました。一回幕がガーってこう降ります。で、拍手してます、観客は。で、その幕が下がり終わってもまだ拍手が鳴り止まない。なんならスタンディングオベーションで、観客の誰か1人か2人口笛っていうの、ヒューってやつが鳴りながら、もうずっと拍手1分ぐらいするので、拍手してるうちらも、これもう一回行くか行かないか、もう一回幕上がれみたいな感じで念を込めてこっちも拍手してるわけ。そしたら幕が上がって、なんかもう一回抜粋した部分やっとやりますとか、そういうのがガチのアンコールなわけ。そう。で、そのアンコールも終わりました。で、また幕が下がります。もう一回拍手するよ、観客は。拍手するんだけど、まあ、しばらく経っても幕が上がんないなってこう、観客が察し始めたら、まあ、だんだん拍手も弱まってきて、終わり。で、電気つきます。みたいな感じなんだよね。
それをさ、ちっちゃい頃とかにさ、そういう舞台とか発表会とか見に行って、なんかそういうのをやってるから、あのライブのアンコールってあれなんだろうなってふと思ったわけ。別にダメとかじゃなくて。で、アンコール始まって、本当の最後ね、アンコールの一番最後の曲になったら、はい、これが本当に最後の曲になります。最後の曲になります。は最後の曲じゃない。本当に、本当に本当に最後の曲になります。って言われたら、本当に最後の曲です。カレーはもう何回も作ってるけど、スープカレー作ったのは初めて。な、結構さ、これラーメン作る感覚に似てるね。スープ命だからさ、ただカレーのやつをさ、ちょっと薄めたら、スープカレーですじゃないんだね、これね。ニンニク入れたり、手羽先のこれで、出汁取ったりとか。北海道に住んでた時に、スープカレーが北海道のものだって知らなかったよね。まだ私がいた時ってそんなブームになってなかったんじゃないかな。なんかブームになる前ぐらいだった気がするよね。なんか最近スープカレーのお店できたってよく聞くなぐらいな感じで、食べに行ったらめっちゃ美味しいじゃんこれみたいな感じで、なんかこっち来てから知ったかも、スープカレーがなんか北海道っていうか札幌の発祥のやつだっていうの。てか私さ、出産してからさ、出産おめでとうございますって言葉あるじゃん、なんかあれにすっげえ違和感感じるようになったんだよね。ある日ね、あの西松屋をめちゃくちゃペンギン歩きみたいな感じですんごいゆっくりよち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 って歩いてたので、いろいろ必要なものとか見てたんだけど、でその時にたまたま知り合いに会ったのね、まあ、知り合いっていうか親戚、向こうの親戚に会って、あ、おめでとうございますって言われたの。その時素直に湧いてきた感情は、は？何がおめでとうございますじゃんって思っちゃったんだよね。こっちはさ、毎日さ、5、6時間おきに薬を飲んでさ、寝ることもできないわけ、痛すぎて。でその中さ、もう這いつくばってさ、ほんとこんな感じでさ、もうおじいちゃんよりも遅い速度で店内回ってる時におめでとうございますって、何がおめでとうございますなんだろうってちょっと思っちゃったんだね。だからね、出産おめでとうございますじゃなくて、ご出産お疲れ様でしたがいいと思う。だから私はこれからそういう出産した人にもし声かける機会があったら、ご出産お疲れ様でした、ご無事で、何より無事でってやろうと思う。ガチ、これ見てる人で、あの出産終えましたって人がいたら聞いてください。お疲れした、よう頑張ったよ、頑張った。はい、ということで残りのスープカレーは相棒氏の今日の夜ご飯にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。